フィリップ・ケーリィック近いうちに休みを取るぞ朝食のテーブルでスペンス・オーラムはそう宣言した妻の方に目をやってあれだけ働き済みに働いてきたんだ休暇を取る権利ぐらいあるはずだ10年といえば短い歳月じゃないでもプロジェクトの方は俺がいなくたって戦争には勝つ俺たちが乗っかってるこのどでかい土の塊は実のところそれほど深刻な危機にあるわけじゃない椅子に座ったオーラムはタバコに火をつけて ニュースマシンは情報を改ざんして外宇宙人がすぐ真上まで来てるってなこと言ってるが何そんなものは嘘っぱちだな休暇が取れたら俺が何をしたいか分かるかキャンプに行くんだよ町の外の山へほら前に行ったことがあったろ俺が漆にかぶれてお前は毒蛇を踏んづけそうになったサットンの森のことメアリは食器を片付け始めたあの森なら23週間前に焼けちゃったわよ知らなかったの山火事かなんかで オーラムはがっくり肩を落とした原因の調査はなかったのか唇の端を歪めて今じゃ誰もそんなこと気にしないんだな戦争のことしか頭にないオーラムは奥歯をギュッと噛みしめた全てが一枚の絵となって脳裏にひらめく外宇宙人戦争ニードルシップ他に考えられることなんかあるわけないじゃないオーラムはうなずいたあ確かにメアリの言う通りだアルファ・ケンタウリからやってきた 黒くてちっぽけな船の一団は地球の巡洋艦をやすやすと出し抜いた彼らの前では地球艦隊などひっくり返った亀に等しい戦闘は一方的で防衛ラインはじりじりと地球に向かって後退し続けていただがついにウェスティングハウス研究所が防護バブルを開発したバブルはまず地球上の主要都市を覆い最終的には惑星全体を包み込むことになったバブルこそ我々にとって初めての真の防衛作戦であり 外宇宙人に対して初めて我々の力を示したものであるとニュースマシンは宣言したしかし戦争に勝つとなると話は別だありとあらゆる研究機関ありとあらゆるプロジェクトが昼夜を分かたず絶え間なく働き続け模索していた単なる防衛以上のもの敵を打倒できる兵器をオーラム自身が参加しているプロジェクトもその一つだ連日連夜来る年も来る年も研究に明け暮れる生活 オーラムはタバコの火を消して立ち上がったダモクレスの剣だな。いつも頭の上にぶら下がってる。もううんざりだよ。とにかく長い休暇を取りたい。願いはそれだけだね。もっともみんなそう思ってるんだろうけど。クローゼットからジャケットを取るとオーラムはフロントポーチに出た。そろそろシュートが来る頃だ。その高速小型車に乗ればプロジェクトビルまでは一直線だ。ネルソンが遅れなきゃいいが腕時計に目を落とし、もう指示だぞ。来たわ。 家並みの間に目を凝らしていたメアリがそう言った。家々の屋根の上で太陽が輝き、その光が千番に照り生えている。居住区はしんと静まり返っていた。起きているのはまだほんの二三人だけだ。行ってらっしゃい。残業はほどほどにしてね、スペンス。オーラムは車のドアを開け、中に滑り込んだ。一つため息をついてシートに身を預ける。車にはネルスンのほかにもう一人、年配の男が乗っていた。で 小型車が爆心し始めるとオーラムは口を開いた何か耳寄りなニュースはあるかい相変わらずだねとネルスン外宇宙人の船が23隻で新たな攻撃をかけてきたこちらは戦略上の観点からまた一つ小惑星を放棄プロジェクトが最終段階に入れば戦況も好転するはずだニュースマシンの宣伝に騙されてるだけかもしれんがしかし先月は何もかもつくづく嫌になったよ何もかも暗くて深刻で 人生に楽しいことなんか一つもないって感じだった。この戦争が無駄だというのかね年配の男が唐突に口を開いた。君だって戦争にとって必要不可欠の人員の一人なんだぞ。こちらはピーターズ少佐だ。とネルソンが紹介した。オーラムはピーターズと握手しながら相手を寝踏みした。こんな朝早くから一体何のようですとオーラム、プロジェクトビルでお会いしたことはないようですが。ああ、私はプロジェクトの一員ではない。 しかし君の仕事のことならいくらか知っている私自身の仕事はまるで畑違いだがねピーターズとネルスンがさっと目配せを交わしたそれに気づいてオーラムは不愉快になった車はスピードを上げ荒れ果てた不毛の大地を彼方に見えるプロジェクトのビル群に向かって失踪しているどういうお仕事ですとオーラムは尋ねたそれとも話しちゃいけない規則ですか政府関係の仕事をしている FSA ・保安セクションだよ オーラムは眉を上げたこの地域に敵の侵入でも率直に言うと私は君に会いに来たのだよオーラム君オーラムは面食らったピーターズの言葉を反すしてみたが思い当たる節はない私に会いにどんなようです外宇宙スパイである君を逮捕するためだよだからこんな朝早くから起きてきたんだネルソン彼を確保しろオーラムの脇腹に銃が突きつけられた感情を抑えていた理性の糸が切れたのかネルソンの手は ブルブル震え顔は蒼白になっているネルソンは深く息を吸いゆっくりと吐き出した「今殺しますか?と」とネルソンがピーターズにささやく「今すぐ殺した方がいいと思います時間を無駄にはできません」オーラムは友人だったはずの男の顔を見つめた口を開いて何か言おうとするが言葉が出てこないネルソンとピーターズは2人とも恐怖にこわばった厳しい表情でまっすぐこちらを見返してくるオーラムはめまいを感じた頭痛がひどく 頭の中がぐるぐると回るわからないオーラムはつぶやくように言ったその時シュートカーが大地を離れ宇宙に向かって舞い上がった眼下のプロジェクトビルは急速に小さくなりやがて見えなくなったオーラムは口を閉じた多少の時間はある処刑の前にいくつか尋問しておきたいオーラムはどんよりした目で宇宙空間を失踪する車の前方を見つめていた逮捕は無事完了いたしましたピーターズが A はスクリーンに向かっていたスクリーンには保安局長の顔が映し出されているこれでみんな肩の荷が下りるでしょう何か問題はい,いえ何もやつはまるで疑わずに車に乗ってきました私が同乗していたことにも特に不審の念は抱かなかったようです今どこだ離脱の途中で防護バブルのすぐ内側まで来ています最高速度でそちらに向かっているところですよ最大の危機は出したとみていいでしょう幸い この車の離陸ジェットは会長に作動してくれました。もし離陸時に何か問題が起きていたら、奴を作りに出してくれ。と、保安局長が言った。まっすぐオーラムの目を覗き込んでくる。オーラムは両手を膝の上に置いて正面を向いていた。この男がそうなのか。保安局長はしばらくオーラムを見据えていた。オーラムは何も言わなかった。やがて局長はピーターズに向かってうなずいてみせ。よろしい、もう十分だ。保安局長の顔に刻まれた かすかな皺が嫌悪感を物語っていた見たいだけのものは見た君のやり遂げたことは長く記憶されるだろう諸君に対しては何らかの勲章が与えられるはずだいえ当然のことをしたまでですから現時点での危険はどの程度だね今でもまだ可能性としては多少の危険性はありますが心配するほどのことはありません私の理解している限りでは引き金となる特定の言葉を口に出して言う必要があるはずですどのみちある程度のリスクは避けられませんから ムーンベースに間もなく君たちが到着すると連絡しておく。ええ、せっかくですが。と、ピーターズは首を振った。ベースから離れた場所に着陸するつもりです。基地を無用の危険にさらしたくありません。分かった。君がいいと思うようにしたまえ。局長は最後にもう一度オーラムを一別した。その目がキラリと光る。それから彼の映像が薄れ、スクリーンは空白になった。オーラムは窓に視線を移した。船はすでに防護バブルを抜け、 まますますスピードを上げながら邁進しているピーターズはよほど急いでいるらしい足元の床下では全開にしたジェットエンジンが轟音を上げている彼らは不安に駆られ狂ったように急いでいるそしてその全ての原因がオーラムなのだ